よっしゃ。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 
おっしゃ。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 あっちゃー。おっしゃ。切
よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。あっちゃよっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。やったぜ。
イちゃん、財布を取るな。ビビってんのか。よし、行くぞ。ほら、上がってこいよ。俺の番だな。なんだよ、やってみろ。ほら、どう、うん、なめんなよ。かかってこいよ。こいつだ。行くぞ。ほら、来いよ。やってやるぞ。どうするかね。やられたもんだ。俺の番だな。来やがれ。うん、どう、なめんなよ。
みろ。やってみろ。ほら、どうするかね。なめんなよ。来やがれ。なめんなよ。行くぞ。鍵がねえな。開けてみるか。やったぜ。
野球か、懐かしいな。ナンバーは野球経験者なのかい。まあそんな大層なもんじゃねえが、ガキの頃はよ、大会に出たりもしてたぜ。すげえじゃねえか。うまく打つコツとか教えてくれよ。そうだな、まず重心を前にしてリラックスした構えをする。ふむ。バットに当てる位置も芯じゃなく少し先の方を狙うんだ。これで打球の勢いを殺すことができる。ふむふむ。ん？バットに当たる瞬間に少し体を後ろに下げるとうまく転がるぜ。おい、それって…まあこんなもんかな。バントのコツは。バントのコツかよ。バッセンなんだからホームランの打ち方を教えてくれよ。それは知らん。俺は送りバント専門だったからな。あ、そう。
分。舐めんなよ。舐めんな。よし、行くぞ。逃げるな。これで。ほら、来いよ。俺の番か。ほら。やってやるぞ。俺の番だな。やってみろ。早く。
いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。離せよ。
やんのか。しんどいな。問題なく味だな。来いよ。来いよ。逃げるなら今の。来いよ。やめんな。もうちょっと楽しませよ。やるのか。行くぞ。やってみろ。行くぞ。やってみろよ。行くぜ。こんなもんか。なめんなよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
らっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。
来い、来た。ほら来いよ。やめんな。やってやる。俺の番だな。よそ見すんなよ。じゃあ来いよ。見せてやるよ。Thank you.
めんなよ。お前殴ることもできないのか。ザーマ、ほれほれ、ビビってんのか。とっておき、ほら来いよ。やめるな。いや、おやっさんは来るか。逃げせるな。ありがとう。よし、行くぞ。バカみたいな顔ね。とっておきだよ。終わりだ。おい、殴ることもできないのか。嫌いな。俺だ。おい、来た。やめんな。バカみたいな顔で。ほら、来いよ。俺の番だな。ほら、逃がせよ。強くなった気がするぜ。
けてみるか。やったぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
逃げるなら今のうち。そりゃおい来た。ザコめ。なめんなよ。かかってこい。命はないぞ。およ。おい来た。してみろ。じゃあこれ。痛めつけるね。行くぞ。行くぞ。どうするかね。やめるなよ。来いよ。くらえ。やめるな。かけたい気分だな。ああ、ビール飲みてえな。俺はワインがいいな。今の時期は白ワインがうまいんだ。へえ、足立さん、ワインに詳しいんだな。まあな、若い頃はソムリエになろうか考えてたこともあるし。なんでソムリエにならなかったんだ。一口の命はないぞ。おいよ。おい来た。なめんなよ。やってみろ。ヘイヘイ。よし、行くぞ。なめんなよ。やんのか。どうするかね。行くぞ。俺の番ね。俺の番だな。なんか一杯引っ掛けたい気分だな。ああ、ビール飲みたいな。俺はワインがいいな。今の時期は白ワインがうまいんだ。へえ、足立さん、ワインに詳しいんだな。まあな、若い頃はソムリエになろうか考えてたこともあるんだ。なんでソムリエにならなかったんだ。一口飲むと止まんなくなってな。必ず最後はベロンベロンになって味がわからなくなっちまうんだ。そりゃ無理だわ。大丈夫だぜ。
負けねえぞ。よし、行くぞ。やってやるぞ。見せてやるよ。ダメダメ。ほら来いよ。おい、来た。
開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
もしよかったらドラゴンカートに参加してみませんか。え、ドラゴンカートってなんだそれ。ドラゴンカートは最近流行っているカートレースのことですよ。遊園地とかにあるゴーカートはご存知ですよね。ああ、ゴーカートね。別に嫌いじゃねえが、今は遊園地で遊ん、また今度な。ちょ待って待ってください。普通のゴーカートとは一味も二味も違うんですよ。違うって何が。平和な遊園地とは違い、カートに乗って横浜の街を舞台に。横浜でスリリング。そうなんです。ここで乗るカートは装備をアップグレードすることでライバルに攻撃を与えることができる。ライバルに攻撃だって。当然ライバルからも攻撃を受けることにもなります。カートの耐久性にも限界がありますからね。走行不能になると動けなくなり、タイムを大きく落としてしまう。なんだかゴーカートという割には随分と過激だな。だからドラゴンカートなのですよ。他にも走行中に拾ったアイテムもありとあらゆる手段を使ってトップを目指す。どうです、だんだん興味。確かに速さだけじゃなくて強さも競うってのは結構面白そうだ。速さを取って逃げ切るか、強さを取ってライバルを蹴落とすか、そんな自由な選択もまた魅力の一つです。最初はこのノーマル状態のカートからスタートになりますが、アップグレードする。まあとにかく実際に乗ってみた方がもっとドラゴンカートの魅力を分かって。時間があるならちょっと乗っていきませんか。ドラゴンカートか。横浜でスリリングなレースができるってのは面白。よっしゃ、それじゃあやってみっか。ぜひ。私はここでドラゴンカートの受付をしている。俺は春日一番店だ。よろしくな藤沢さん。よろしくお願いします。では早速カートに乗ってみましょうか。おう。行くぜ。どけ。俺は見つめられた。もうほら待ち遠しい。くそ、早いじゃねえか。最高速で成り上がるぜ。さあ、上げていこうぜ。立たないぜ。
なきゃ。初めてのカート楽しめました？なあ、なんつうか普通の車を運転すんのとは全然ちげえな。確かにこいつはスリリングで楽しいぜ。気に入ってもらえて何よりです。次からは今とは比べ物にならないくらいド迫力のレースをすること。エントリーしたくなったら私に話しかけてください。他にもタイムアタックやカスタマイズも受け付けているので。いいな、分かった。お、さっき走ってたおっさんじゃん。ん？本当だ、お疲れ様です。ふん。やあ、直樹さん、愛さん、浜の海さん。あいつら、寒くねえのか？お疲れ様。皆さんもいい走りっぷりでしたね。そうっすか？さっきは実力の 1% ぐらいしか出してねえっすけど。あなたは新入りさん？紹介しますよ。彼は春日一番さん。今日初めてカートに乗ったんです。へえ、そうなんだ。じゃあ今度大会で当たるかもね。でもその時は潰しちゃうから。今のうちに念仏でも唱えておくでごわすよ。じゃあな、ルーキーのおっさん。ま、死にたくねえならおとなしく観戦してた方が身のためだと思うぜ。待てよ。あ？さっきから黙って聞いてりゃ好き放題言ってくれるじゃねえか。がぜんやる気が出てきたぜ。次のレースでお前ら全員ぶち抜いてやっから覚悟しとけよ。へえ、言うねえ。その言葉忘れんじゃねえぞ。楽しみにしとくわ。あ、ちょっとちょっと、熱くなるのはいいですけど喧嘩はダメですよ。やるならレースの中だけにしてください。じゃあね、藤沢さん、一番君。ふん。いやまあ見ての通りこの町のレーサーは個性が強くて、その分実力も申し分ないメンツが揃ってましてね。確かに癖の強そうな連中だったな。あいつらもそうだけど、どんな奴が参加してるんだ？そうですね、まずは代表経験もあるレスリング選手の直樹さん。そのパワーと反射神経は群を抜き、隙を見せたらその瞬間にカートごと崩されてしまいます。力士で前頭3枚目の浜の海さん。
その圧倒的なパワーは他の追随を許さず、立ち塞がるライバルはみんな吹き飛ばしてしまうクラッシャー。直樹さんと浜の海さんは相当の爆弾と呼ばれ恐れられているんです。カジノでディーラーをしているアイさん、浜のスピードスターの異名を持つ彼女は直線勝負では敵なしですね。夫の給料のほとんどを自分のカートにつぎ込むマダムのマツコさん、近寄る者はカートだろうが嫁だろうが容赦なく妨害してくる恐るべきベテランドライバーです。彼女の加速力はなかなかのもので、アイさんと合わせてロケットガールズなんて呼ばれてたりもします。上場企業でバリバリ働いている商社マンのスグルさん、その卓越した分析能力でコースの隅々まで把握し最短ルートを駆け抜けるインテリレーサーです。かつて茨城を制覇した暴走族チームアゲポヨのリーダーアキラさん、神奈川進出の足がかりとして参加しているみたいです。バイク仕込みのテクニックが素晴らしく、コーナーリングの美しさと攻撃の残酷さに思わず言葉を失ってしまいましたよ。超攻撃的レーサーで極道のジンさん、彼が走行した道にはペンペン草すら生えないと言われています。スグルさん、アキラさん、ジンさんはドリフト三重師とも呼ばれ、女性ファンも多いですね。最近エントリーしてくれてるレーサーたちはざっとこのくらいでしょうか。強い相手ばかりだけど頑張ってくださいね。メンツ濃いな。このレーサーたちの中で勝ち上がることができたら、全国でもトップレベルの実力が身につくはずです。頑張ってください。なるほど、よし、一応やってみっか。それじゃあカートで走りたくなったらいつでも声をかけてください。エントリーお待ちしてます。ああ、分かった、また寄らせてもらうぜ。ドラゴンカートか、なかなか楽しませてくれそうだな。時間ができたらまた来てみよう。彼ならあるいは俺を楽しませてくれるかもな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
鍵がねえな。